キャンプやアウトドアに使えるダックノットのおすすめアイテムを知りたい方必見です。どうもやみつき松本です。今回はアマゾンや楽天でも買えるキャンプに使えるダックノット厳選アイテム9選をご紹介いたします。2023年最新版として私がアマゾンや楽天で見つけたキャンプに使えそうなアイテムを厳選してピックアップいたします。そもそもダックノットは古き良き時代の武骨で質実剛健なものづくりにインスピレーションを受け、流行りに流されない長く使えるアイテムを現代に合わせたスタイルで魅力的なキャンプギアを開発しているメーカーです。今回の動画の最後にご紹介するアイテムを購入して以来本当に好きすぎて使い倒しているのですが、ダックノットにはその他にも魅力的な商品が盛りだくさん。この動画ではメリットだけでなく実際に使って感じたデメリットも正直にお話しいたしますので、あなたのキャンプスタイルに合った本当に使えるキャンプ道具選びの参考になると思います。ぜひ動画最後までご覧ください。やみつき厳選の9つのダックノット製品について特徴や使い方、注意点など詳しく解説いたします。1品目、グランドシートソロ。ダックノットアイテムの1品目を飾るのはキャンプにおいて一つは持っておきたいアイテムの一つ、グランドシートです。いやいや、今やグランドシートは100円ショップで手に入るので、わざわざダックノット製品じゃなくてもいいよと考えているそこのあなた、こういったさりげないアイテムにキラリと光るこだわりギアを選ぶことで、あなたのキャンプは今の何倍も楽しいものとなること間違いなしです。ではこのダックノットのグランドシートソロはどんなところが他と違うのか、みっちりと見ていきましょう。まずは幅195、奥行き75、厚み 0.3 センチと細長い形が特徴的です。一般的には四角形のものが多いのですが、ギアを置いてみるとなんかごちゃごちゃしてしまうことありませんか？今回は商品名にソロと名前がついている通り、細長い長方形の形をしており、両側から荷物にアクセスしやすいので、なんかすっきりと荷物が置けるのが特徴。四角形のテントの片側にコットを設置した時なんかに、コット前スペースにこのグランドシートを置くと面積の有効活用ができる点、なんならこのシートの上にマットを置いてもちょうどいいので、寝るスペースの下に敷くシートとしても最高です。収納時のサイズも幅40、奥行き13、高さ3センチとバックルを使うとコンパクトに持ち運べ、ボックスの隅にスッと入れておけるのもいい点ですよね。性能的にも表面には撥水加工、裏面には PU コーティングを施した、まさにソロキャンプにぴったりサイズのグランドシートとなっております。ちなみに私が使っているものはコヨーテカラーで、カーキカラーも展開されております。お値段はどちらも3410円です。いや、なんかダックノット製品って持ってるだけでテンション上がるようなギアが多いんですよね。いや、ほんと最高です。2品目と3品目にご紹介するのはマルチグリドルに関するギアです。みんな大好きマルチグリドル。様々な方がマルチグリドルを使って調理を楽しむようになった昨今ですが、マルチグリドルを使う上で悩んでしまう点がいくつかあると思います。実はそんな悩みをスカッと解決してくれるのもダックノット製品だったりするんです。マルチグリドル関連商品としてまずご紹介したいのはマルチグリドルケース。倉敷の8号帆布を使用したこだわりの綿 100% 生地がかっこいいんです。基本的にはマルチグリドルを入れて余った部分を何度か折りたたんでバックルでパチンと留めるシンプルな設計のものです。ちなみにこのケースは33センチグリドル用でしたが、私が持っているカインズホームの30センチのアルミプレートやフィールドアの29センチのラウンドグリドルパンでもきっちりと収納できました。小さいサイズのものでもきっちり収納できるのが折りたたんでバックルでこの留めるタイプの良いところではあります。いや、そんでもってね、この質感がたまんないんですよ。フィールドアのグリドルに付属しているケースも機能的には申し分ないのですが、やっぱり比べちゃうとこのケースの方が個人的に好みですね。前面にマジックテープでガバッと開閉できる大きめポケットがあるのも一つのポイント。さらにこのポケットに入れて一緒に持ち運びたくなってしまうマルチグリドル関連アイテム、もう一品グリップスタンドも合わせてご紹介したいです。フィールドアグリドルにはシリコンハンドルが付属してくるのですが、鮮烈な赤いビジュアルのものですし、本家 JHQ のマルチグリドルのハンドルも真っ青なハンドル。このパステルカラーがアウトドアにおいてはなかなか活かしにくく、ちょっと浮いてしまうと考えている方にはぜひダックノットのグリップスタンドをおすすめしたいです。ウォルナットとオークから好きな木材を選べることに加え、マルチグリドルが一気にアウトドア映えするグリップとして使えます。これはテンション上がりますね。しかもこのグリップはそれだけにとどまりません。グリップの横部分にも溝が入れられており、その溝部分にマルチグリドルを立てかけることで、なんとグリドルのスタンドとしても使えます。水洗いした後のグリドルを乾燥させる時など、この機能は地味に嬉しいんですよね。
ちなみに私のグリドルは前述の通り小さいタイプのものですが、グリップはやや余るものの使用には問題なかったですし、ご覧の通りスタンドも問題なしでした。このグリップをケースの前面ポケットにガバッと入れて持ち運べば便利かつテンションの上がる最強セットの完成です。ちなみに価格、ケースの方はカーキ、ブラック、ベージュの3色展開でそれぞれお値段4730円、グリップスタンドはオーク、ウォルナットどちらも3300円となっております。セット購入もできますし単体での購入も可能ですので、気になる方は動画見終わった後概要欄から商品チェックしてみてください。4品目、メスティンハンドル。ソロキャンプを始めようとギア集めを始めた当初、品薄でなかなか買えなかったギア、メスティン。今や100円ショップ各社でも販売され、かなり入手しやすくなりましたよね。そんなメスティンですが、なんだかんだ言って今でも登場機会が多いキャンプギアの一つでもあります。炒める、煮る、蒸すなどあらゆる調理ができる万能クッカーであることは言わずもがな。固形燃料を使ってほっとくだけのほったらかし炊飯など、誰しもが一度は試したことがあるのではないでしょうか。そんなほったらかし炊飯でグツグツと炊飯されて、蓋がググッと持ち上がってお湯が溢れて固形燃料の火が消えてしまった経験がある方も少なくないはず。そんな方にもおすすめしたいのがこのメスティンハンドルです。一見何のこっちゃわからない商品ですが、メスティンの取っ手を取り外してこのハンドルに変えることで進化を発揮する便利アイテムなんです。一番の特徴はハンドルの長さ。通常のメスティンハンドルと比べるとこれくらい長さに違いがあります。ハンドルが長いというだけでメスティンを使用する際に火元から距離を取って調理ができるため、熱を感じにくく快適調理が楽しめるようになるというのが一つの特徴です。さらにこの長いハンドルはメスティンの蓋をグッと押さえ込んでくれる特徴も持っています。これにより蓋の浮き上がりを防止してくれる効果が生まれ、炊飯の時などに吹きこぼれにくいという便利アイテムとなっております。まあ逆にデメリットとしてハンドルが蓋に接触するのでメスティンに当たりがついてしまうこともあるので、そういったところが気になる方にはおすすめいたしません。私はメスティンガンガン使っていきたいので、このハンドルを使用するメリットも大きく、使っていることで「え？何それ？」と話のネタになることも多いのでマジで気に入りました。ちなみに価格はこのレギュラーサイズのメスティン用が3000円となっており、その他にもラージ用のリベットのタイプ別のものが販売されております。あなたのお気に入りメスティンをもっと使いやすく進化させてみませんか。5品目、携帯ミニトイレ。今年は初めて野営を経験したということもあり、アウトドアにおけるトイレ問題の重要さに改めて気がつかされる今日この頃。アウトドアだけじゃなく長距離運転などのいざという時のために一つは持っておきたいマル秘ギアがこの携帯ミニトイレです。数多くの特許を取得し、実績と信頼のある国内工場にて生産を行っているため、その品質は確かなものです。いや、こればっかりは値段だけで選んで失敗した日には大惨事間違いなしなので、国内生産は本当安心ですよね。1袋で3回分の携帯ミニトイレがセットとなっており、コンパクトでかさばらないのでアウトドアはもちろん車の中に常備しておくのもおすすめ。セット内容は尿を溜めておく袋とそれを入れておく黒いビニール袋となっております。この蓄尿袋に粉末が入っており、水分が付着すると凝固するような形になっております。使い方を簡単にご説明していきましょう。1、蓄尿袋のファスナーを開けます。2、受け口の高い方を前にし局部にあてがいます。3、ファスナーをしっかり締めます。4、付属の袋に入れて持ち帰ります。この4工程です。持ち帰った後は凝固した尿にお水を注ぎ、お湯状にしてからトイレに流してくださいとのこと。いや、さすがに現物を皆様にお見せするわけにはいかないのでお水で実験してみましたが、固まるまで本当に一瞬です。いや、もうちょっとじわーっと固まるのかなと思いきや、あっという間に凝固しました。匂いを抑えてくれるという面や、黒いビニール袋で見えなくできる点など細かな配慮が嬉しいですよね。このミニトイレは3回分がセットになってお値段690円。ファンタをガブ飲みしまくって1回分の水量が多くなっても安心の容量 600ml なので、とりあえず万が一に備えて車に積んでおくのがおすすめです。キャンプのみならず、いざという時に絶対役立つこと間違いなし。6品目、クッカーケース8インチ。こちらも2品目にご紹介したマルチグリドルケースと同じく国産の8号帆布生地を使用した、使い込むほど味が増す日本製のクッカーケースです。綿 100% で通気性がいいため、クッカーを使用した後すぐに収納でき持ち運びが便利です。
バックルには YKK を使用。アウトドアに必要なクッカーやカトラリーなど細々したものをまとめて収納できるクッカー収納ケースとなっております。丸型のクッカーはもちろん収納可能なのですが、私が主に使用したいアイテムはこちら、ムースルームワークスの戦闘飯盒2型です。現在は同じくムースさんが出しているオプションの飯盒巾着に入れて出し入れしております。公式オプションのこの飯盒巾着も十分な面積があり、使いやすさは申し分ないのですが、ダックノットのこのケースと比べると縦に長いのがムース巾着、横に広いのがダックノットケースとなっており、飯盒以外のものも一緒に持ち運びたい場合はムースの方が使いやすいのですが、私の場合そこまで飯盒と一緒に持ち運びたいものが現状ないので、ガバッと開口部が広く出し入れがしやすいダックノットの方が使いやすい気もして、しばらくこちらを使っています。この辺は使い分けかとも思いますが、ダックノットは生地が厚めで様々なクッカーにも使えることを考えると汎用性は高いかなと思います。カラー展開も豊富なのでクッカーケース選びに悩んでいる方はぜひ概要欄 Amazon ページ覗いてみてくださいね。このダックノットメイドインジャパンのレザー調の部分がなんともかっこいいです。価格も色によって違うのですが、私の買ったコヨーテは Amazon で3300円で販売されており、これあんまり大きな声では言えないんですけども、私は近所のゼビオで半額になっていたものをゲットしたんです。これ内緒の話。いや、めっちゃ欲しかったんで、購入できた夜はね、祝杯をあげました。ファンタで。7品目、バックルソフトクーラー12リットル24リットル。ダックノットが手掛けたソフトクーラーボックス、マジで侮れないので必見です。使い勝手を重視した結果、削ぎ落とされたシンプルなデザインで見た目より軽いのが特徴。たっぷり容量で高い保冷力を実現したダックノットのソフトクーラーボックスは、バックルの簡単装着でショルダーストラップを付けられ、肩掛けと 2way の使用が可能です。ファスナー開閉の大きく開く間口で物の出し入れが楽々、使用時はダブルファスナーで冷気を逃さず開閉できます。特徴的なのはガバッと開く広めのフロントのポケットにも簡易保冷機能がプラスされていること、これ嬉しいですよね。背面にはモールシステム付き、ゴールゼロやレッドレンザーなどが収納可能となっております。裏地を取り出して洗って使えるのも清潔でグッドですね。中身はしっかりしているのにシュッとしたアウトドア向きのデザインで、サイトでとっても使いやすいです。私普段のソフトクーラーは AO クーラーズの24パックを主に使用しておりますが、それよりも若干スリムな外観です。同じ条件でコンビニに売っているぽっちゃり御用達の冷凍されたカルピスウォーターを入れて10時間ほど暑い日に外でさらしてみましたが、まあ、正直若干 AO クーラーの方が氷の残りは多かったですが、ダックノットのソフトクーラーも十分氷の部分は残っており、どちらもソフトクーラーとしては高い性能を持っていると言って良いでしょう。お値段は小さいサイズの 12.9 リットルが7698円、大きい方の 23.7 リットルが1万1990円となっております。洗練されたビジュアルやポケットからモールシステムまで、アウトドアで長く相棒のように使えるソフトクーラーボックスとしては、このバックルソフトクーラーありだと思います。かっこいい。8品目、シザース。過去動画でもご紹介している地味ながら常に荷物に忍ばせているダックノットのこのハサミ、あなたに何度救われたことでしょう。いつも本当にありがとうございます。ちょっと変わった形をしているこのハサミには、ダックノットのこだわりがギュギュッと詰め込まれております。医療用ハサミから着想したというアウトドア用の万能バサミで、食材に包帯にアウトドアシーンにマルチに活躍してくれます。グリップ部分はカラビナになっており、キャンプ中の収納や持ち運びがスマートにできたり、どこかに下げておいてさっと使えたりする優れもの。注目すべきはこの刃先の部分、片側の刃をギザギザにすることにより、食材などの柔らかく滑りやすいものなどもしっかりと切ることができます。まあ、私の場合今のところ食材にはあまり使用していないのですが、以前調理に使用した際は特にね、肉などのちょっと滑りやすい食材の時にしっかりグリップが効いて使いやすかったです。お子様とキャンプで調理をライトに楽しみたい方なんかはこのハサミいいかもしれませんね。なんといってもこのハサミはお値段が1650円と手に取りやすいのも特徴。いやいや、ただのハサミに1650円はちょっと、とお高く感じている方、いやいや、これただのハサミじゃないのでご安心ください。使用用途考えるとかなりコスパ高いですよ。9品目、スリップストッパーチャブソロ。やってまいりました。おそらく今年買ってよかったキャンプギアランキングに入ってくるであろう超お気に入りアイテムの登場です。
YouTuber のヨスケのアウトドアニュース24さんと一緒にキャンプをしている時にヨスケさんが使用しているのを見て一目惚れして、その場で即ポチってしまった伝説のアイテムです。簡単に言うと円形の木でできたチャブ台です。大きさも高さもソロキャンプで使うテーブルとしては小さすぎずちょうどいいサイズ感で、何よりもこの木の雰囲気がたまらない一品となっております。お気に入りポイントはズバリその展開構造です。外のフィールドホッパーのような構造で2つ折りになったテーブルを両側に開くと足がガシャンと勝手に出てくる仕組みになっており、組み立て不要で一瞬で使えるのがチャームポイント。持ち運ぶ際は2つ折りにして持ち運ぶのですが、マグネットが付いているため中途半端に開いたりしないのも最高です。ちなみに収納袋付き。さすがに木なのでこの上で熱いものを置いたり焚き火をするなどの無謀な行為はできないデリケートさはありますが、それを補って余りあるこの存在感ですよ。もう大好き。これ地味に表面に滑り止め加工がしてあるらしく、滑りにくいのもいいところですね。カラー展開はライトオークとチークの2種類用意され、私はライトオークを購入しております。価格は 13,000 円前後とやや高めですが、私は楽天セールの時に 9,000 円ぐらいで購入しましたね。決して安い買い物ではないと思いますが、全く後悔していないどころかもう一つ欲しくなってしまうこの魅力、やっぱりダックノット製品ならではですよね。今回ご紹介したダックノットキャンプ道具9000は他のアウトドア用品のメーカー製品と比較してもこだわりのアイテムが多く、人がなかなか使っていないようなこだわりのキャンプギアが欲しいという方におすすめのものばかりですので、ぜひこの動画を見て自分に合ったキャンプ道具を見つけていただければ幸いです。今回は Amazon や楽天でも買える本当におすすめできるダックノットキャンプ道具9000というテーマで、長く使えるこだわりの商品や一つ持っておくと安心なアイテムをピックアップし、キャンプ初心者の方から上級者の方まで幅広くご利用いただける本当におすすめのキャンプ道具をご紹介いたしました。今後も皆様のキャンプ道具選びの参考になるような動画を発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ということで、以上やみつき松本でした。じゃあね。